どうも、チュリマスです。ということで、めちゃくちゃ久しぶりの動画になるんですけど もう皆さんの前に顔を出すのも2ヶ月ぶりで、で現実でもほとんど家から出てなくて、前までコンビニを利用したのを宅配サービスに切り替えてからほぼほぼ人と会ってなくて、でこの前ね、久しぶりにコンビニに行ったんですけども、その時にね、鏡に映る自分を見てもうちょっとね、驚愕的な白さやって、でそろそろ本気で外出ないとやばいかなって感じたのと、あと残りの20代を引きこもりの生活で終えていいのかなっていうのを思って、ちょっとね、悔い改めようと思います。で今回の動画は、僕が以前から爬虫類たちの餌用として飼育繁殖しているネズミたちがいるんですけども、その子たちの餌をあるものに切り替えたんですよね。でその餌がね、結構ネズミたちに好評で、食いつきがすごくいいんで、その餌を今回は紹介できたらなと思います。あと僕の個人的にめちゃくちゃお気に入り の可愛い子がいて、まあ、その子もね、皆さんにお見せできたらなと思うのと、赤ちゃんたちもね、たくさん生まれてるんで、よければ見ていってください。で早速動画を始めていきたいと思うんですが、もうこの2ヶ月ね、もうほとんど家に引きこもったり、もう YouTube もろくに投稿せず、で Twitter も消したりと、もういろいろとね、多くの周りの方にご心配をおかけしてしまって、本当に申し訳ありませんでした。もうこの通りね、マスは元気です。はい、これからはね、まあ、不定期とは言いつつも、徐々にここから、まあ、再活動に軌道をね、乗せれたらなと思いますので、もう久しぶりの動画なんで、ちょっとカミカミなんですけども、まあそんな感じでね、まあ、定期的に動画を更新できるように、これから頑張りたいと思います。ではでは、めちゃくちゃ久しぶりの2ヶ月ぶりの指パッチンですね。それでは早速やっていきましょう。ということで、餌についてなんですけども、こちらが今使用している餌になります。もうね、見ただけで分かる方いるかもしれないんですけども、これ何かというとドッグフードなんですよね。でなぜドッグフードに切り替えたかというと、今はねもうしていないんですが、ツイッターをしていた時に、この以前使ってたオリエンタル工房さんが出している繁殖用で開発された餌を使っていて、でそれがね、どうしても値段が高くて、長期的に飼育繁殖していって、かつ数も増えてくるってなると、もう本当に膨大なお金がかかってくるんですよ。っていうので、安くていい餌ってありますかねっていう質問をしたところ、結構ね、多くの方からドッグフードがいいですよっていうふうにお答えしていただいたんで、じゃあ試してみようかなということで、ドッグフードを使っています。で今何のドッグフードを使っているかというと、こちらのアダルトドッグっていうやつですね。はい、楽天さんを見てて評価が一番高いやつを選んだんですけども、これね、量が12キロ入ってて、値段がね4000円ぐらいとすごく安いんですよ。オリエンタル工房さんの、ラットっていうか、まず餌を購入するってなると、この量だと普通に8000円とか1万超えるんじゃないかなってぐらいなんですよね。なんでほぼほぼ半額以下で購入することができたんで、しかも評価が高いということで、今はアダルトドッグっていう餌を使っております。で実際ドッグフードだけでこのマウスたちを終生飼育できるのかについて気になる方いると思うんですけども、ツイッターでね、いろんな方の意見をお聞きした時には、ドッグフードだけを与えるっていうよりは、たまに野菜とか与えた方がいいよっていうふうに教えていただきました。なんで普段はね、まあ、メインはこのドッグフードを使いつつ、まあ、たまにね、爬虫類たちの餌で余った野菜とかを与えるようにしております。でね、もうこの子たちを見て分かる通り、すごい食いつきがいいんですよ、このドッグフード。はい、このようにね、もうカリカリとむさぼるように食べてますね。なんかこのカリカリ音ってすごい気持ちよくないですか。もうこのマウスがドッグフードを食べるだけの ASMR とかあればいいのになって感じなんですけども、ね、ちょっとね、蓋を開けるとね、警戒するかもしれないんですけど、ちょっと網がね、観察しづらいんで、なるべくマウスたちが気にならないように音を立てずに開きましょう。お、いい感じかな。あ、いい感じ、いい感じ。で、実はね、僕がこの飼育しているマウスたち、2ヶ月間ぐらい、2ヶ月かな、1ヶ月間ぐらいかな、まあ、1、2ヶ月間ぐらい赤ちゃんがね、生まれなかったんですよ。で、もう大人たちが、その、なんて言うんだろう、妊娠する期間、妊娠できる期間っていうのは過ぎちゃったのかなーっていうのを思ってて、何やらね、マウスっていうのは、その聞いた話によると、1年過ぎるともうそこからは赤ちゃんを産めなくなるっていう話を聞いてたんで、まあ、その感じで産めなくなったのかなと思ってたんですけども、まあ、なんとかね、小さな子たちが、親にぐらいの、まあ、年齢に育って、
で、このようにまた赤ちゃんがいっぱい生まれました。いや、かわいいね。連れて行かれた。こう、なんだろうね、赤ちゃんたちのこの必死にね、こう、母親のね、お乳を吸うところとか見てるとめちゃくちゃ癒されますよね。絶対離さないってね、こうやって動くとみんなひっついていくっていうね。で、一応ね、まあ、見えてる子たちは、最近目が開くようになって、まあ、とりあえず目が開くようになれば独り立ちはできるらしいんですけども、まあ、このようにママにべったりと甘えている状態になっていますね。やっぱりね、こう、蓋を開けたんで皆さん気になって、ちょっと警戒というかすごい、クンクンクンカしてるね。で、今生まれてきた子たちはね、もうみんな色素が薄くて、このようにね、父親がパンダ柄なんですけども、母親の薄い色を引き継いで、この薄いパンダ柄っていうのかな、なんか、なんだろう、シルバニアファミリーに出てきそうな柄をしてますね。めっちゃ可愛いんだけど。で、僕ね、今映ってるこの子がすごくお気に入りで、この子ね、お腹の色がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。僕初めて見たんですけど、なんだろう、サーモンピンクみたいな色をしてて、うっすらとね、横っ腹が見えてると思うんだけど、本当に綺麗な色をしててね、ほら、可愛くないですか、この色。なんだろう、ちょっとこの色に似てるんだけど、ちょっと失礼します。ちょっと失礼します。ほら、こういう色をしてるんですよ。めちゃくちゃ可愛くない、この色。ね、ちょっとごめんね。で、あとは母親がね、頭部にこの白い斑点がある子が多いんですけども、それを引き継いでね、子供たちもみんなこの頭部のね、この真ん中あたりに白い斑点がね、どの子もあるんですよね。これはめちゃくちゃ可愛いよね。で、あとは昨日生まれた子たちなんですけども、ピンクマウス、まあ、このね、ピンク色のね、生まれたばかりの赤ちゃんがめちゃくちゃ増えました、昨日。もう2匹がね、産んだのかな、1匹か2匹が産んだんですけども、すごい増えましたね。 1,2 ヶ月前まではね、もう赤ちゃんが増えないんで、ああもうこの世代で終わりなのかなっていう風に思ってたんで、ちょっとひとまず安心しましたね。いやー、でもこのピンクマウスと一緒に寝てる姿めっちゃ可愛いな。邪魔されてる。なんだろう、親たちはこのカメラワークに入りたがるのかな。で、まあ、今回の動画はね、餌を買いましたっていうだけの内容なんで、これだけの動画にはなるんですけども、まあ、やっぱりね、この赤ちゃんたちを見てると僕個人的にすごい癒されるんで、まあ、もしかしたら視聴者さんの中にね、この赤ちゃんの姿を見て癒されるっていう方いるかもしれないんで、まあ、今回はね、最後にこの赤ちゃんたちを少し映しながら、まあ、終わっていこうかなと思います。ではちょっとね、ごゆっくり観察してください。赤ちゃんになると毛づくろい仕上げてるのか。こんなまだちっちゃいマウスたちでも、なんだろう、弟妹っていう感情があるというか、認識というか、多分ちっちゃな赤ちゃんたちもね、お乳を探して動き回ってると思うんだけど、もうなんかすごい騒がしくなってきて。ちなみにね、飼育環境としてはヒノキ屋っていうやつを使ってますね。もともとこの床材がウサギ用の床材なんですけども、昔からね、このヒノキ屋っていうのは消臭性に優れてるよっていうことで使ってたんですけども、まあ、彼もいろいろ使っていく中で、まあ、このヒノキ屋が一番消臭性に優れてるなっていうので、今はこのヒノキ屋を愛用していますね。大体ね、一袋の半分ぐらいで、この飼育環境を埋めることができるんで、まあ、そこまで、まあ、量もちゃんと調節すれば、
まあ、コスパもいい床材なんじゃないかなと思います。はい、ということで、おお、ちょっと出てきそうになってる。はい、ということで、まあ、今回の動画はね、これにて終わっていきたいと思います。まあ、すごい緩い内容というか、すごい、なんだろう、すぐに終わるような内容だったんですけども、まあ最近ね、動画はあまり出してないんで、こういったね、ちょっとした、なんだろう、変化というか、そういった動画とかも出して、ね、動画投稿を続けていければなと思います。なので、皆さんの中になんか、こういう飼育が気になるなとか、あのマウスの飼育で気をつけてる点とか、とかそういうね、飼育に関する質問とかあれば、またそういう動画も送っていこうかなと思いますので、よければコメントで、書いていただけると助かります。ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。